体に悪い食べ物といえば、ハンバーガーやポテトなどのジャンクフード。インスタント食品や加工されたものなど、大体は予想がつきます。しかし、私たちが普段体にいいと思って食べているものが、危険な食品だとすれば、今回は、誰よりも体のことを知っているお医者さんが絶対に食べない食品をご紹介します。韓国は数十年連続で世界の胃がん発生率トップを走っています。それがキムチによるものなのかは明確にはなっていませんが、辛い料理で愛用される唐辛子の辛味成分で、鎮痛剤にも利用されているカプサイシンが、がん発生を促進する研究結果が出ました。この発表を受け、2005年フランスの衛生省が、食べると人体に悪影響を与える食材、そしてキムチをリストに追加したと発表しました。そしてこれと同時に韓国からのキムチの輸入が全面的に禁止されました。マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は通常ではありえない分子構造のため、処理しきれずに体内に蓄積したり悪影響を及ぼすことが分かっています。コレステロールのバランスを崩して、動脈硬化などの心臓疾患のリスクを高め、免疫力を低下させ、アトピーなどのアレルギー原因の一つともなります。このため、世界中でマーガリンが規制されています。オランダでは、トランス型脂肪酸を含む油脂製品が販売禁止。デンマークもまた、毒物扱いとされ禁止されています。スイス、オーストリアも同様の規制を決定しているほどです。コンビニなどで売られている菓子パンに書かれている原材料を見てみると、ほとんどのパンにはマーガリンが含まれています。菓子パンは添加物の宝庫で、イーストフードやショートニングなど海外では認可されていないものが日本ではたくさん使われています。真っ赤なトマトは太陽の恵みがいっぱい詰まって栄養たっぷり。でもそれが缶詰になると話が違うそうです。米国科学アカデミーが2013年に行った調査によると、缶詰の内側にコーティングされている薬品ビスフェノール A をネズミに投与した結果、神経系の障害や乳腺及び前立腺の異常が見られました。その中でも酸性の強いトマト缶はビスフェノール A が溶け出しやすいので、特に危険を要するようです。特に妊娠中の方、小さいお子さんをお持ちの方はご注意ください。缶詰でなくガラス瓶入りなら問題ないそうです。コンビニやスーパーで売られているカット野菜は変色防止や殺菌消毒を目的として次亜塩素酸ナトリウムの溶液で洗浄されている場合が多いです。次亜塩素酸ナトリウムはお風呂のカビキラーの成分といえば、その恐ろしさが分かっていただけると思います。製造過程で何度も洗浄するため栄養価は低くなり、添加物が入ります。
ても便利なカット野菜ですが、専門家が揃って食べない食品と言われています。WHO の国際がん研究機関がハムやソーセージ、ベーコンなどの加工肉に高い発がん性が認められ、大腸がんのリスクがあると発表しています。また、スモーク製品にはタールが付着している場合があり、これはおなじみのタバコの成分なので、体に良くないそうです。発がん性の評価では、タバコやアスベストと同じ最高レベルに位置づけされています。食塩摂取量の多い男性ほど胃がんの発生リスクが高いことが分かり、特にたらこや明太子など塩蔵魚卵を頻繁に食べている人は、そうでない人に比べて2倍以上高かったのです。おにぎりの具やおかずとして重宝される食材ですが、注意が必要です。この画像はどちらもサーモンですが、右は天然、左は養殖です。サーモンと言われてイメージするのが左のようなピンクサーモンだと思います。この養殖サーモンは危険な魚だということが言われています。特に日本に輸入されているノルウェー産はかなりやばい養殖魚のようです。ノルウェーから輸入される養殖サーモンはダイオキシンが国内天然鮭の12倍以上も蓄積されています。チリ産も含めアトランティックサーモンは油が多く、脂肪とダイオキシンを多く取り込んでいます。現在スーパーなどで販売されているサーモンのほとんどがアトランティックサーモンです。ネギトロを作る際、それらの赤身をすりつぶして色合いの良さと滑らかさを出すため、ショートニングが用いられることがあります。ショートニングは製造する過程においてトランス脂肪酸が発生します。トランス脂肪酸が危険な理由はマーガリンと同様、海外では禁止となっている国も。魚の中には水銀含有量が多い種類もあり、メカジキもその一つです。特に妊婦は胎児への影響を考えると危険なので食べてはいけないそうです。カロリーゼロが謳い文句のダイエット飲料、その中にはカロリーはないけれど体に良くない人工甘味料がたくさん入っています。医師はダイエット飲料と人工甘味料の入った食品は摂取しないと言います。理由としては消化器官に問題を起こしメタボになったり、脳に悪影響が出たり、関節に問題が出たりするからだそうです。人工甘味料の中には体内に入ると毒素に変わる成分が含まれているものもあり、がんや脳腫瘍の原因にもなると言われています。食べ物だけではなく飲み物にも何が入っているか確かめる必要があります。ヒマラボは今ネットで話題の
世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。皆様の評価が励みになります。よろしくお願いいたします。